This could be good for me. Lately I've...さあ始まりました。本日 IOST のチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけれども2月10日午前8時42分 YouTube 録画しております。本日ですねちょっとニュース一つお伝えして、それから仮想通貨全体の動きちょっと上に出てますのでこの辺を用いてお伝えしていきたいと思います。その後 IOST ですねチャート分析をしていきますのでよろしくお願いいたします。まずニュースの方ですね。ロシア政府、新たな規制法案で暗号資産を通貨認定かということで、ロシアがですね、仮想通貨の方にもかなり力を入れてくるんじゃないかなということで、ちょっと以前もねお伝えしてた内容の補足になるかと思うんですけども、正式にねちょっとこういう声明が出てきたということなんで、ちょっと詳しくですねこちらを見ていきましょう。はい、こちらがですね今日のニュースになります。暗号資産通貨へということで、ロシア政府、ロシア銀行がですね暗号資産を通貨の形態として定義する法案を整備するということが分かったということですね。で、報道によりますと、ロシア政府はロシア銀行とともにですね、デジタル通貨の流通に関して規制する、新法案を18日までに整備するということですね。で、その中でどんな内容かというとですね、仮想通貨をデジタル金融資産ではなく、通貨として定義することについて整備していることが分かったということなんですね。で、詳しく見ていきますと、暗号資産を法に順序した形で利用する場合ですね、銀行システムまたは政府金融機関を介し、身分情報を公開した状態でのみ可能となるということなんです。で、どういうことがなるかということなんですが、90万を超えるですね仮想通貨の送金、これは申告義務が発生しますということですね。未申告の場合は犯罪行為に該当することが示唆されており、決済手段として仮想通貨を受け取った場合も罰金が生じるということなんで、金額的にちょっと大きめの金額になってきた場合は、この申告をしてくださいねということが加わってはいるんですけども、かなりこれ仮想通貨においてですね、非常にポジティブなニュースかなというふうに考えます。通貨の値上がりとしてはですね、やはり使われるということが一番この通貨の安定だったり、通貨が価値が高まる、値段が高まるということにつながりますので、ロシアのような大国がこのような法案をね、しっかり今整備しているということですから、非常に仮想通貨の未来がまた明るくなったんじゃないかなと思ういいニュースでした。それからじゃあビットコインとかどうなっているかですね。この報道を受けてかなり一旦下がり始めたビットコインだったんですけども、また盛り返してきています。はい、こちら価格の方ですね、ビットコイン、それからイーサーなどもチェックしていきましょう。ビットコインですけども513万5000円しっかり上がってますね。それからイーサーの方も 3% 上がっております。37万4000円。それから最近動きが良かった XRP はちょっと今日下落になっておりますが、101円ということで100円台をキープ。それから、日本の方にね非常に人気があるシンボルですけども、こちらも 21.7 円ということで安定した動きを示しております。ではこの中ですね、 IOST どうなっているかしっかり見ていきましょう。本日の IOST の価格になります。今日 3.48 円ということで、非常にですね状況は改善してきたなというところですね。非常にこう下がってきたところでも、ビットコインなどもそうなんですけども、しっかり買い戻しが入ってきているような形で、だんだん値段の方が2月4日ぐらいからですね上がり始めたという感じになっております。2月4日の時点では2.3 円を下回って 2.8 円ぐらいでしたので、そこから3円台にね戻してきて、すでに 3.5 円に迫る 3.半ばですね、もう3円の半ばに戻してきたという、これ非常に大きいなと思っています。日足でちょっと確認していきたいと思うんですが、かなりいい形で底を打ったような状況ですね。さらに25日移動平均を早々に突破しまして、それから今75日移動平均のところと対峙しているような状況です。ここをもし上回ることがあれば、おそらくですね4円の方に向かってくる形の道筋ができるんじゃないかなと思います。この75日、それから25日移動平均も今ちょっと下向きでずっと抑えられていたんですけども、今回逆にですねサポートとして上に向かってくるような状況になってくるかもしれません。それが可能であれば 4.5 ぐらいもいけるんじゃないかなと思いますし、5円ぐらいですね、先ほど上がったところの2倍ぐらいの5円ぐらいとか 5.6 円ぐらい、その辺を目指す形もちょっとねいけるかもしれません。4時間足でも見ていきましょう。4時間足で見ていくと、だんだん階段を上がるようにですね、この25日移動平均をサポートとしてしっかり捉え始めているのが
確認できていると思います。状況的にはかなりいいかなというところですね。それから直近の動きはどうか、15分足で見ていきたいと思うんですけど、15分ではちょっともみ合いしているのかなというところでありますが、かなりいい状況かと思います。週足でも見ていきましょう。週足で見ていきますと、かなりね、上昇が前半の方は顕著でした。陽線が続いていましたが、そこから反転一点ですね、逆にずっと下がっていました。そこからまたね、切り返して今行っている半ばなんですけども、状況的には陽線が3つ出ております。この状況は一番左の方の陽線が8個出てるあたりですか、7個ですかね、7個出てる時と結構似ています。最初は陽線ちっちゃいんですが、そこから一気に加速し始めて陽線がでかくなってきています。この状況とほぼ売り2つなんで、まあ、8円ぐらいまで行っても不思議ではないのかなと考えています。はい、最後月足になりますけども、月足で見ていくと、一つの課題として10円というものが出てくるのかなと思います。10円に2回チャレンジしたんですけども、そこから上髭をつけて下落しました。今状況的にはまたその10円に向かい始めたこの陽線が出てきたというのは、一つ新しいターニングポイントだったんじゃないかなと考えております。10円に向かう、今ね、一つのルートがですね、誕生して、その後今5円に向かっていきますので、おそらくは5円の方には向かえて、あとですね、ここの後に次どうなってくるか、また陽線が出て7辺の方に向かっていけるのか、ちょっとここでは反転して下に来てしまうとですね、ちょっとこう下落トレンドに結局なっているのかということで、またちょっと3円とかそこにまで戻ってきてしまう恐れがありますので、まあ、ここをしっかりキープして上がっていってほしいなというところですね。そんなに焦らずともゆっくり上がっていっていただければいいんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、値段をちょっと5円ぐらいでね、動かすような形に展開されていくと、何か材料が出た時にやっぱり10円の方に向かいやすいと思いますので、底上げをしていくようなね、今また段階なんじゃないかなと思っています。非常に、まあ、仮想通貨全体がですね、今改善されてきてます。値段がね、だいぶ落ち込んでいた柴犬とか、それから OMG とかですね、この辺にも値段がしっかり戻してきてますので、状況はかなり良くなったのかなと一見見えるんですね。まあ、ただですね、そうは言ってもオイルの価格が上昇してたりします。それから、まあ、金利ですね、これもいろいろこうリセッションをね、示すような金利のものが出てきてたりするんですね。実際はその辺を踏まえていくと、まあ、ちょっとですね、楽観し一辺倒っていうのは危険だと思っています。しっかり利確をしていきましょう。そうしないことにはですね、また自分が持っていたものが下落してしまった時に売ってしまう恐れが出てきます。ですので、高いうちに売っておき、どうせ売るならですね、高いうちに一部を売っておきましょう。まあ、それも自己責任になりますけども、今はなかなか下がるってイメージ、多分おそらく皆さんあんまりなくなっちゃったんじゃないかなと思うんですけども、まだまだですね、問題は終わってないかもしれないので、まあ、それはどうなるかわからないんですけどね。まあ、実際オイルも値段上がってます。金利の方も今結構ですね、見ていきますと、まあ、長期の金利が結構上がってるんですよね。ですので、ちょっとこの辺をどう見るかで難しいんですけども、まあ、またね、そのインフレという問題が再発しなければいいかなっていうふうに思いますね。そうすると多分おそらくナスダックなどが先に下落してきてですね、まあ、そこから仮想通貨の方にもまた以前と同じパターンですよね。まあ、ビックス指数も下がってるんで、今のところは状況はかなりいいんですが、そこがまた上がってくるね、タイミングにそろそろなってもおかしくないので、まあ、ならないうちにしっかり利確してたくさん利益取っていただいて、またそのビックスとか、それから他のものが上がってしまってね、ナスダックとかがまた下がってきた時に、おそらく仮想通貨もちょっと下がってきてしまうと思うので、そこでしっかりまた買いを入れるという形で、しっかりね、いい時にはしっかり、ね、勢いに乗って、波に乗ってですね、投資を続けていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。ぜひ、IOST でもですね、稼げると思いますので、しっかりですね、稼げる時は稼ぐ、それから守る時は守るという形で臨機応変にやっていただけたらいいんじゃないかなと思っています。今は状況的にはかなりね、チャートなど見ると非常にいい状況ですが、まあ、ちょっとそこもね、しっかり頭の片隅に入れて、まあ、ちょっと何か下落のサインが一瞬でも出た時に、すかさずね、利益あるものはちょっとずつ売っていくという形で、現金を確保して、まあ、次の急落に備えるというのが今賢い投資なんじゃないかなと考えています。
はい、ということで IOC なんですけども、今順調に値段が回復してきています。それぞれ今エンジンコインなどもね、一緒に見てるんですが、非常に動きが全く似てます。似てますけども、落ちる時もおそらく同じに落ちるので、まあ、ビットコインとか、それからそうですね、常々ちょっとお伝えしてるんですけども、ちょっと OMG とね、もう一回比較していきたいんですが、今 OMG と見ていてもですね、大体状況は一緒かなと思いますね。まあ、ちょっと OMG より IOC の方が動きが私的にはよく見えているのであれなんです。まあ、ちょっと状況的に下がってきたポイントと上がり始めたポイントが非常に似てますので、この辺ちょっと一緒にね、合わせてチェックしておくと非常に参考になるんじゃないかなと思いますので、まあ、ビットコインと OMG をちょっと見るようにしてみるといいかなと個人的には思っています。状況的には両方とも悪くないと思いますね。はい、ということで今回の IOST のチャート分析は以上となります。75日移動平均超えられるか、今そこが焦点になっているようです。今回も最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。